ラキスタ本校では、美水鏡の4コマ漫画作品、ラキスタ原作とする、角川スニーカー文庫刊行のライトノベル作品について解説する。またスピンオフ作品である小説作品でも同様に解説する。登場人物の基本設定については、ラキスタの登場人物を参照。ゲーム、ラキスタもエドリル旅立ちのデラックス、パック予約購入特典として頒布された冊子で、各キャラクターごとのエピソードがまとめられている。挿絵はそれまでの版権画やゲームイラストの流用。ラキスタの世界観をもとに創作されたものという注記があり、あくまでも二次創作であることが示唆されている。なお、泉宗次郎の大学在学中に、かなたがこなたを身ごもっている描写があるが、こなたと情実、ゆいの年齢差を考えると不自然である。以下の3作品は、武井桐花の文庫書き下ろし作品である。総川角館とも原作者の美水鏡が描いている。2007年9月初版 ISBN 97840億44712037漫画やアニメの本編とは異なり、鏡が主人公となっている。物語の冒頭で、こなたが1ページにつき文庫本1巻分及び文庫本20巻分の仕事量の仕事をしたということで、第1章以外に、第2巻第1章、第22巻第1章のそれぞれの表紙も掲載されている。トリックやオチなどは、ギャグ系の推理小説では使い古されたタイプのものを使用している。漫画版を原作としているが、こなたが、アニメ版のエンディングの3曲目が2で始まる番組の曲ではなかったことにがっかりする、2となっていたなどアニメ版との関連も伺える。作中たびたび、ポケロリをはじめとする著者、武井の別作品などの紹介が入っており、鏡と司がエロゲーをプレイする場面がある。2008年3月初版 ISBN 97840億44712044前作と同じように、作中たびたび著者の別作品などの紹介が入っている。テレビアニメや PS2 版ゲーム、ラキスタ寮桜学園桜藤祭りとはパラレルな関係になっている。ちなみに、表紙の職業はこなた、柊姉妹、みゆき以外はすべて適当である。章末ごとに登場キャラのステータスとイラストが描かれているが、岩崎みなみだけ省かれている。2008年10月初版 ISBN 97840億44712051。本作は、本来のラキスタの世界とは異なる完全なるパラレルワールドの話であり、登場人物それぞれに、童話のキャラクターが当てはめられている。以下、こなたが赤ずきん、鏡が桃太郎、司が白雪姫、みゆきが三蔵法師となっており、他にも、豊のヘンゼル、南の金太郎、パティのシンデレラ、ミサオの銀閣が表紙にも登場している。前作、前々作と同様に、作者の他作品のコマーシャルがたびたび入る。2009年4月初版 ISBN 97840億44742010本作は雑誌コンプティークで2008年10月号から2009年1月号まで連載の後に文庫化されたもので全3巻と異なりアニメ版の脚本を担当した町田貴子が執筆しキャラクターデザインを担当した堀口由紀子がイラストを描いている。内容は表題の通り原作と同様のゆるゆるな空気の日常をベースにしており、武井桐花の3部作とは趣が異なっている。OVA の道に迷った4人の後日談がある一方、こなたがパスタマシンを知らないなど、テレビアニメとは矛盾している記述がある。2012年2月初版 ISBN 978から4から04から1042から7、これまでと異なり、伊豆平成。田中桂の共著による描き下ろし作品。イラストも原作者の美水鏡のものとなっている。高校生活最後の冬休みに起きた出来事を鏡の視点で描いた作品。設定が原作準拠となっているため、パトリシア・マーティンは1年生時代にはまだ留学していないことから登場しない。また、峯岸綾乃の登場シーンもかなり限られており、セリフもない。また、小早川豊が、アニメ、魔法少女まどかマギカの要まどか、岩崎みなみが、明美穂村のコスプレをするシーンがある。ウェブアニメ版、宮川家の空腹と連動する小説で、ゆるゆるで、伊豆と同様に、ウェブアニメの脚本を務めた、町田孝子が執筆している。ありがとうございます。